報小田原。この時間は第59回小田原北条五代祭り開催のお知らせをお送りいたします。お話をお伺いしますのは主催する小田原市観光協会の小松さんです。はい、よろしくお願いいたします。この新緑の季節、今年も5月3日がやってまいりました。はいはい、今年は第59回を迎える小田原北条五代祭りが開催される、はい、ということなんですよね。はい、改めまして、はい、もう市民の皆さんよくご存知かと思いますけれども、この北条五代祭り、どんなお祭りなのか教えてください。はいはい、小田原では最大のお祭りで、毎年5月3日に、行っておりまして、はい、お客さんはですね、20万人以上、小田原に1日で、はい、訪れまして、やっぱりメインはですね、武者行列、武者に模した、市民の皆さんや、多市町の皆さんが来て武者行列していただきます。でそれ以外にも、吹奏楽、市内の小中学校の吹奏楽や、おみこしとかそういったいろんな団体に出ていただいて、だいたい1600人ぐらい出ていただく予定です。はいはい、本当にね、市民の皆さんも楽しみにされている大きなビッグイベントになりますよね。はいはいはい、ここ数年はコロナ禍で、はい、中止が続いていました。はい、そして去年は久しぶりにちょっと名称を変えて、ね、規模を縮小しての開催ということなんですけれども、はい、今年第59回は4年ぶりに、はい、もうほぼ例年通りの開催と。はいはいはい、もう今年はですね、ほぼ4年ぶりに、うん、もう2019年と同じ規模でやるので、もうすごく小田原も盛り上がると思うんですよね。はい、今年は北条五代の五代のうち、芸能人の方にまた今年来ていただいて、うん、上司役をやっていただくんですけど、はい、小田原ふるさと大使の郷田さん、はい、あと同じ小田原ふるさと大使の柳沢慎吾さん、はい、であと NHK の大河ドラマで北条家の役をやっていただいた高島正信さんにもお越しいただいて、うん、馬に乗ってパレードしていただきます。はいね、こうした皆さんのお顔を拝見できるのも楽しみの一つなんですけれども、はい、高島さんが今年もそうなんですよ、もう3回目かな4回目かな、うん、ちょっと出演していただいてて、はい、高島さん来ると、ね、また盛り上がるんでね。はい、そうですね、柳沢慎吾さんもまた、はい、そう、柳沢慎吾さんもそう、ね、もうトークがね楽しいんでね、はい、期待してます、柳さん今年も。はい、ね、パレードコースでどこにいても拝見できるのでね、はい、皆さんぜひご声援をお願いしたいですね。はい、はい、そしてですね、今年は、小田原北条氏誕生500年記念事業ということでもあるんですね。はいはい、そうなんですよ、うん、今年は、小田原北条氏が伊勢から北条へ改正して500年の記念の年になります。それを記念して、小田原三の丸ホールで、シンポジウムということで、うん、家康と小田原北条氏というのを開催します。はい、ですね、内容としてはですね、どうする家康と今やってますね、はい、ドラマ、ね、はい、時代考証を務められている平山さんと、以前に同じく大河ドラマであった真田丸でも時代考証を務められていた黒田さん、はい、あと小田原天守閣館長の諏訪間さんで、シンポジウムという形で講演を行っていただきます。すごいお三方が集まっての、はい、豪華なんで。そうですよね。はい、はい、でこれ、有料になるんですけれど、事前申し込み制でまだ余裕ありますので、はい、観光協会のホームページ見てもらって、申し込みしていただければと思います。うん、はいね、歴史好きな方、大河ドラマ好きな方はもうこれ必見ですね。うんうん、はい、もうきっと、ね、楽しめる内容だと思うんでね、うん、ぜひ、早めにお申し込みください。そうですね、この辺のシンポジウムは、はい、コロナ禍以前にはなかった新しい、ね、イベントになりますよね。はいはい、そうで、ちょっとその代わりになっちゃうんですけど、赤金門広場でやってた、出陣式というのはちょっと今年はやらないんですけれど、はい、こっち代わりにこのシンポジウムやりますので、うんうん、ちょっと人数見れる方は、ね、限られちゃうんですけど、ぜひお越しいただければと思います。はい、さあ、そして多くの市民の方、来場者の方がパレードを楽しみにされているかと思うんですけれども、パレードのコースにもちょっと変更があるということですね。はいはい、そうなんですよ、パレードコースが今までは 2.7 キロ、小田原の駅前の錦通りの方までぐるっと来てたんですけど、ちょっとパレードコースを短くして広い通りをちょっと通るように変更しまして、うん、銀座通り、錦通りは通らないでですね、はい、大学通りからまっすぐ行きますので、はい、ちょっと詳しい道は
ホームページとかチラシ見ていただければ分かるので、はい、パレードコース間違いないようにしていただきたいですね、うん、はい、はい、ね、もうあのバッと開いた大きなチラシも、はい、あの街のある、ね、はい、そうですね、もう小田原駅でもどこでもあちこちありますんで、はい、はい、そちらでパレードコースの方もご確認いただければと思います、はい、それでは改めましてですね、この5月3日の何日時、はい、イベントの詳細教えてください。はい、はい、小田原北条五代祭り、5月3日行います。もう時間としてはですね、朝11時ぐらいから本丸広場で鉄砲を打ったり、12時半ぐらいから街中でいろんなパフォーマンスがあったりありますので、夕方ぐらいまでずっと小田原、駅前付近どこにいても楽しめるようになっていますので、はい、ぜひゴールデンウィークは小田原で過ごしてください。はい、さあ、そしてまあこのパレードコースが駅周辺ということですので、駅周辺の、道路の交通規制もありますね。はい、交通規制もかかりますので、うん、できるだけ公共交通機関で来ていただいて、そうですね、もう駅付近の駐車場入れちゃうと出れなくなっちゃうんで、そうですね、出れなくなっちゃうんで予定みんな狂っちゃうはずなんで、はい、できるだけ公共交通機関でお越しください。そうです、もう駐車場に入る列もできちゃいますから ね、 ね、はい、はい、まあ、ゴールデンウィークはどこに行くにも、うん、あのなるべく早めの行動で公共の交通機関ご利用になるのがいいかもしれませんね。はい、はい、そうですね、はい、ね、今年の5月3日ももうすぐです。第59回小田原北条五代祭、今年も多くの皆さんにお越しいただきたいですね。はい、はい、ぜひお待ちしてます。はい、広報小田原、この時間は小田原北条五代祭り開催のお知らせをお送りしました。小松さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。広報小田原、この時間は豊島邸の利活用開始のお知らせをお送りします。お話をお伺いしますのは文化政策課の小金井さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今回ご紹介するのが豊島邸という施設ですね。こちらどのような施設なんでしょうか。はい、豊島邸は昭和16年に建築されたと考えられております。はい、昭和54年に箱根町の宮の下の開業医でいらっしゃった豊島牧志郎さんが週末の邸宅として購入をされました。はい、で、その豊島牧志郎さんは昭和63年に、お亡くなりになるんですが、生前、書や絵画など、多彩なですね、あの才能を発揮して多くの作品を残していらっしゃいましたので、はい、妻の広江さんが、それらの作品を多くの市民の方に見ていただきたいという思いで、平成5年に画廊を増築して一般開放いたしました。はい、その後平成27年に小田原市の方に寄贈されまして、令和3年に、端正な座敷を要する近代和風住宅という点が評価をされまして、国の登録有形文化財として、登録されたというような経緯を持っている施設です。はい、この豊島邸における利活用の目的と方針とはどんなところなんでしょうか。はい、豊島邸の、活用の目的としましては、寄付者のご意向を尊重いたしまして、できるだけ多くの、市民の方に、開放して、ご利用いただくという点と、何らかの形で豊島という名前を残すということが、活用の、目的となっております。で、方針ですけれども、はい、公民連携といってですね、官と民が連携をして利活用を行うことで、民間事業者の方が持つノウハウを生かして、活用していくというような方針を決めております。そのためにですね、令和4年の6月に、民間提案制度という制度を活用しまして、多くの事業者から活用案を、募集しました。はい、で、市内外から、多くの事業者の方から提案をいただきまして、その中でですね、JS フードさんが提案した、提案が採用されまして、はい、10月に事業者として決定をしたということです。うん、はい、で、その提案内容なんですけれども、豊島満了一月案として、この2月の23日に、オープンいたしました。うん、はい、寄贈者のご意思を尊重して、広く市民の方が、訪れるような場所にしてほしいということで、はい、こうしたお店になったということなんですけれども、はい、豊島満了一月庵、こちらはどんなお店なんでしょうか。はい、運営するのは、市内外で飲食店を数多く経営していらっしゃる株式会社 JS フードシステムさんが運営をいたします。はい、で、
提案の 名称といたしまして、小田原の旧城下町、の、武家地の様相を現代に伝える、豊島邸において訪れた方が、趣のある、飲食を提供するということで、運営を行っております。で、内容なんですけども、まあ、うなべうぞうすいというですね、あんまり関東では馴染みのない料理なんですけども、そうですね、はい、それら料理を中心とした、うなぎ料理店ということで、運営を行っております。で、その他にも、広江さんの思いを尊重して画廊については、お店を利用しない方でも気軽に訪れる施設として開放しておりまして、普段はですね、牧志郎さんの作品を、展示をしておりまして、はい、豊島邸の歴史、また豊島牧志郎さんの、思いを、具現化するような活用をしていただいておりますし、はい、また小田原在住の、まあ、小田原拠点にですね、はい、活躍している作家さん、芸術家さんたちにも、はい、開放して活用していただくということで伺っております。ね、豊島邸は小田原駅からほど近い賑やかな場所からすぐのところですけれども、中に入ると贅沢な時間をそのことができそうですね。そうですね、住宅街に、まあ、残っている、うん、庭園と住宅ということで、とても静かな環境の中で、はい、まあ、しつらいも衣装もすごい素晴らしいものが残っていますので、訪れた方はその素晴らしさを体験していただくことができると思います。うん、それでは改めまして、番組をご覧の皆様にメッセージがありましたらお願いいたします。はい、市所有の歴史的建造物、国の登録有形文化財の施設を、民間事業者の方に貸し出しをいたしまして活用していくと、こういう取り組みは全国的にも、珍しい取り組みとなっております。小田原の地域資源として、着実に保全をするとともに、利活用をして、小田原の魅力を発信していきたいというふうに考えております。豊島邸は先ほどご説明したように、優れた衣装をたくさん持つ、素晴らしい施設ですので、ぜひ皆様足をお運びいただきまして、実際に目で見て体感していただいて、豊島邸の魅力に触れていただければと思います。よろしくお願いします。ぜひね、多くの皆さんにゆっくりとご見学いただきたいですね。はい、広報小田原、この時間は豊島邸の利活用開始のお知らせをお送りしました。小金井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。小田原市立病院は病院建て替え工事に伴い駐車場を縮小しているため、市立病院周辺が大変混み合っており、ご迷惑をおかけしております。混雑解消のため無料の臨時駐車場を開設し、北玄関前で乗降できる送迎バスを運行しています。詳細はホームページまたは広報小田原1月号をご確認ください。またタクシー乗り場は売店横の北玄関前になっています。工事に伴いご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。